皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、燃えよオペラ第135回。えー、今日は2021年の7月2日です。はい。えー、今年、2021年、えー、令和3年ですか。もう、えー、いよいよ、下半期に入りましたね。えー、ということで、まあ今日は、えっ、ー、と、ちょっと短めの動画を上げますが、えっ、ー、とー、まあ。 うん、この大変な、えー、2020年から始まった、この、えー、まあ、正直この異常な状況というのもね、だん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 この変化を見せ始めていて、それで、まああの、先はもちろんいろいろまだ分かんないところもあるんですが、えー、大変幸いなことに、えー、我々の活動が少しずつ動き始めたと。えー、まあ、もちろん今までもいろいろやってきました。えー、まあ、数多くの方のね、協力もあり、 えー、そこでね、いろんな形で、えー、やってきました。僕も配信のものをやったりとか、また、えー、いろんな制限の中で上演をしたりとか、いろいろやってきましたけど、いよいよね、本格的なオペラ公演。まあ、本格的といってもまだいろろな障害はあるんですけども、そういうことが少しずつできるようになってきたというのがね、えー、あって、まあ、今日はその一つ、えー、やっとこう、情報解禁というか、えー、表出せるようになりましたんで、そのことについてお話をします。えー、これですね。じゃん。 はい。じゃあ、トゥーランドと、トゥーランドですね、広島シティオペラ公演ですね、の、えー、ジャーコモ・プッチーニー作曲のトゥーランドです。えー、今年の、えー、9月11日と12日、広島のアステールプラザの大ホールでの公演になります。え式、ー、は奥村哲也さん、えー、そして、えー、キャストはですね、えー、素晴らしいキャストの 面々の皆さん、あの、僕の敬愛しております、えぇ、ま、親友でもあります、えテノールのね、えぇ、上ェモはい、ちょっと緊張しすぎて、あの、ドもってしまいました、えぇ、ウェモさん、はじめですね、えその、対する、えぇ、もう一組の方は、藤田拓也さん、僕初めてなんですけども、一緒にするのね、あとは、えトゥーランドに、え間葉山弘子さんと、えぇ、ノリマさん、 ええですね。えー、他ですね、いろいろな、えー、方がね、あの、ちょっと願いをさないといけないもんですから、すいません。あの、もう、いろいろ細かく見ればね、あの、まあ、ネットにも上がってくると思うんで、皆さんぜひご覧ください。えー、まあ、あの、ちょっと前の、数回前のところで、僕、は野外で、で、ちょっと話してる、えー、あの、萌えオペラがあったと思うんですが、あれ実は広島にちょっと行ってまして、 ええー、まあ、ただ、ね、そういう宣言下だったんで、まあ、宣言とはいえ、あの、宣言があるとはいえですね、やっぱり、う、あの、正末コーンで動かないものは、動かなければいけないので、僕も、ええー、まあ、その中でね、あの、人目を忍ぶというか、えー、まあ、いろいろ気をつけながら、広島に行ってきて、えー、広島の方々と会ってきたんですけれども、ええー、あの、皆さん、素晴らしい熱狂を帯びてですね、あの、まあ、もちろん、この公演は、本来は、去年、 の、えー、8月ですか、に行われる予定だったので、えー、まあ、そこで延期になり、えー、そして、どうしようか、みたいなことも何度も何度もそういうことをですね、協議を重ねられて、シティオペラの自己委員会の皆さんがね、それで、僕自身も、えー、そこのところで何度もこの、え窓口でいらっしゃる、井口めぐみさんから、えー、連絡をいただき、 その僕の意見などを申し上げながら、ですね、まあ、でも最終的には、この世の中の女性のこともあり、そしてえーやっぱりそれをご覧になる人がいて初めてできるものでありますから、出演するものも,ともう当然のことですけれども、ご覧になる方が安心して見に来れる状況ができない限りね、それはできないということもあるし、まあ、経済的とかいろんなことに関してもやっぱそう、そういうところにこう直につながっているわけです。 本来全部そうですね。えー、あのー、ごく一部の、この、上積みのような人たちだけが、そういうことで無関係に世の中生きてるだけであって、えー、そういう人たちが、あの、いろんなことを決めてることに僕は本当に正直な怒りを感じて毎日生きていますが、えー、ただ、えっ、ー、と、多くの人たちは、やはりそこでね、ね、えー、そ、それを成りわとしたりとか、やっぱりそこに自分の、えー、限りあるお金の中のお金を払って見に行く人がいたりとか、 するわけですよね。だから、そういう中で、我々このものを作っていかなくちゃいけないので、えー、そういった意味で、今回、この公演が実際に、えー、できるよ、ってね。まあ、この先まだ何があるかわかりませんが、もうやるつもりで我々は動いていきますので、できるということは大変に嬉しいな、というふうに思っております。まあ、あの、先日のファルサップがね、ヴェルディの最後の作品、で、トゥーランドは、えー、プッチーニの最後の作品、ということで、えー、それぞれ、 巨匠の、ええー、それぞれの時代を担った巨匠がね、思い描いたものっていうのは、ちょっといろいろ違うものがありますが、ファルサフの中に当然、やはりその、生と死っていうの前回も話しましたけど、その死っていうものが、当然その、ええー、老域にある巨匠の中にあったの、事実であり。で、このプチーニの場合には、ええー、また違った形でその死、死というものが、このト,ゥトゥランドと中に隅々まで、あの、 このことについてはまた次回以降の「萌えオペラ」の中で、えー、詳しく話をしていきたいというふうに思っていますが、まあ、この作品が生まれて約1世紀ですね後にこの作品を今回できるのは僕大変に嬉しいなというふうに思っています、まあ、実はトゥランドって言えば、えー、僕は2 0 2 4年の、えー、2月にあの本当は、えー、と公演をするはずでした、えー、新国立劇場の えー、大劇場ですね、オペラパレスで、えー、あの、もう、かなりの大掛かりなものでですね、まあ、棒を使った、非常に、えー、意欲的なも,ものをね、美術の松尾博子さん作ってくださり、そして、その他、諸々の、えー、僕の大事なスタッフの皆さんと一緒にですね、えー、やることになって、佐藤松尾宏さんが指揮でやることになってて、本当と、投資稽古までやったんですけど、舞台に行く直前に、えー 止止められてそしてそそししの後、えー、延期中とということになりましたやっぱりその時の、えー、本当に残念な思いが、まあ僕はそのコロナで最初に砕けた最初のものだったんで、本当に悔しかったです。今でもそのことを思うと本当に胸が痛くなりますね。あんまりにも多くの人がやっぱりそこで、えー、自分たちのものをいろんなものを、えー、注ぎ込んでやってましたからね。 で、まあもちろんそれはもう実現できないわけなんですけども、同じ作品をこの広島ででね、広島で今回できるということって、えー、まあ僕としても頑張っていきたいし、やっぱりこの一年、あの、ある意味で僕としては人生生きていくというものを生きている人間としてはですね、えー、この一年を生きてきたのは大きなことだったなって自分の中ではとっても思います。 えー、このコロナ前とコロナ後では、やっぱりいろんなことが変わる。えー、人間の、えー、中にあるものも変わるっているんじゃないかなと僕は思いますね。そのあたりのことっていうのを今回、このトランドに、えー、反映できたら僕は大変に嬉しいなっていうふうに思っています。ということで、えー、と、頑張ってやっていきたいと思いますので、広島の皆さんどうかよろしくお願いいたします。 えー、皆さんもぜひ期待してください。あのー、その頃になったら、ええー、と、あまり気にしないで広島の方に来れることになってるかもしれません。えー、ぜひその時には広島まで足を運んでください。ね。えー、ぜひよろしくお願いします。まあ僕は特にこの奥、奥村哲也さんというね、大変エネルギッシュな、えー、関西のマエストロ、えー、前回、えー、広島シティオペラの、えー、パリアッチとジャーニスキッキの 時に本当に幸せな思いをたくさんしました。えー、彼と一緒に仕事ができるのが本当に楽しみです。えー、また、えー、今日からですね、あの、うん、まあ、引き続き、えー、トゥーランドの方も、えー、スコアをめくりながら、いろんな背景を探りながら、えー、頑張って僕も世界を作っていきたいと思います。はい。ということで、えー、皆さん、えー、まあ、梅雨真っ最中ですね、毎日、えー、雨が降って、 取り続くような、えー、予報も出てますし、ですが、どうか健康に気をつけて、えー、頑張ってお過ごしください。では、えー、皆さん、良い一日を。